見せるわけにもいかない。ここは大事なところで。あ、すみません、ちょっと質問させていただきたいんですけど、楽屋メンバーで一番仲いい人って誰ですか？一番仲いい人、僕、沢田さんとか、ストボットさんとか、人力さんとか、シンバルモーション人力さんとか、ほんまに最近やってます、バカンスの佐伯さんとか、ご飯連れて行ってくれたり、佐伯さんと人力さんだけがアンダーファイブだったときで、いやダメっていうだけは、お二方だけは連絡しました。森田さんの名前出さなあかんみたいなプレッシャーとかね。いや、大丈夫かな、まあ、仲いい人ですよ。全然全然森田さん、谷口誰との仲いいって。僕、いや、ジャックポットさん、まあ、言っても楽屋若手の劇場やん。はい、谷口いくつやん。35です。仲良くなれるわけないやん。そんなん言うなよ。話もう絶対言うなよ、そんなん。僕、森田さんと仲いいです。やめろ。そこの価値観が。じゃあ楽屋メンバーで負けたくない人は。負けたくない人、まあ、全員じゃない。まあ、全員ですよね。マキモ結構ね、最近ご一緒すること多くて、で僕らも漫才で、マキモさん結構しっかり漫才するんで、結構しゃべっこりっていうところとか、ね、まあまあまあ、ちょっと近しいところあるんで、王道でやってはるんで、まあ、離れたところで言うと、水泳部さんかな。全然芸風ちゃうけど。おもろすぎて、ああそういうこと、やってることと違いすぎて逆にちょっと意識するみたいなのはありますね。楽屋メンバーで一番仲のいい芸人は誰ですか？もともと辰丸くんやったんですけどね。僕はバッパさんやったんですけどね。なんでいないです。ハスキーポーズただし。なるほど、ありがとうございます。とかもありつつ、僕はもう普通にあれです、ブルーウェーブさんと、なるほど、タルさん。こいつには負けたくないという楽屋 メンバーは誰かいますか？人力いいですね。何やねん。人力さんは鈴鹿です。ありがとうございました。楽屋メンバーで一番仲のいい芸人は誰ですか？ジャックポットの河野です。それ理由とかはありますか？まあ同期で可愛いし。すみません、ありがとうございます。一番仲のいい芸人はただ正しいやったんですけど、ちょっとなんか嫌な気持ちが相思相愛みたいな感じかと思ったけど、ごめん、まあ、気まずいな。嘘ついていいなら沢田です。あ、まあ、嘘ということですね。すみません。あ、この人には負けたくないっていう芸人誰かいますか？草山さんです。草山さん、たらちねさんではなく草山さんです。頭いい感じがなんか、まあ、確かに腹立つ。乗せちゃうやん、水泳部乗せちゃう、はい、コントとかでも、まあ、三村の変人さをやっぱ行かせてる。コントで負けたくないけど。なるほど、そうですね、乗せちゃんを。それも水泳部さんではなく乗せさんだけ。乗せちゃんです。楽屋メンバーで一番仲のいい芸人は誰ですか？一番骨付きバナナの高台ですかね。じゃあこの人には負けたくないっていう芸人誰かいますか？なんでとかは聞いてくれないですね。いや、まあ仲いいになんでちょっとごめんなさい、ちょっとなんでとか聞いてほしい。ごめんなさい、一応じゃあすいません、なんで高台っす。いや、もうやっぱプライベートで遊んでる時間が違うんで、お笑いなしで遊び出したらマジの友達じゃないですか。確かに。子もボケない、ただカラオケ行くとか。あ、じゃあもう全くボケ合わないんですか？もうボケないです、それが楽っていう。なるほど、ありがとうございます。はい。聞いたのに薄いことしか言わない。こいつには負けたくないという、全然先輩でも大丈夫です。いや、でもやっぱりそうですね、オールスターズとオーパス2ですかね。もうやっぱ負けてるんですけど、現状では。それはちなみに、いや、同期ですね。オールスターズは2人とも完全同期ですし。なるほど。オーパスは新庄の方が同期、勝手に思ってるだけですけどね。すいません、はい、ちょっと質問いいですか？はい。楽屋メンバーで仲いい、一番仲いい方誰ですか？四分音符ですかね。喋ってるとこ見たことないけど、実は仲いいですか？四分音符さんから名前は出てないです。ホルでは繋がってると、ね、はい、信じてます。照れ隠しで言ってないだけかもしれない。じゃあ、楽屋メンバーで一番負けたくない人いますか？それもまあ志望芸風が被ってるんで。すいません、楽屋メンバーで一番仲のいい芸人は誰ですか？僕はオールスターズです。 A メンバーやったら骨付きマンなら高台かも。かも。ちなみにそのなんか遊びに行ったりとか、なんかご飯に行ったりとか
何回ぐらいあるの？3回ぐらいあるかも。3回かも、うん、かも、かも、しかもかもね。うん、しかも連れてってちゃんと。あ、偉い偉い。ありがとうございます。じゃあ、はい、楽屋メンバーでちょっとこいつには負けたくないなっていう人誰かいますか？あー、オールスターズです。全部やな。メンバー誰やろ、いないかも。かもやな。おるかも、おるかも。あ、うん、また見つけたら教えてください。はい、はい、検索しておきます。ありがとうございました。